はい、昭和あの頃話で鹿児島ドライブ、今回もよろしくお願いしますね。いや、この動画さっき編集したばっかりなんだけど、いきなり左折から始まりましたね。あ、今日ですか。今日はね、2024年の1月の25日。はい、寒いですよ。こん前ね、わざやったかが、あったたかかった日があったんですよ。で、室内温度が、あ、私のですよ。ここがね、30度ちょっと超えたのか。寒い寒い。今ですか。今ね、ちょっと待ってね。今最近ね、あれで、何やか調べるようになったんですよ。何かちょっとね、検索。今ですね、9度。アプリによると9度ですよ。まあ、あれで、昨日ね、24日、左側に桜島が見えてますよ。これは何月系？何月ですかね。8月、あ、もう変わったですね。あ、これは桜の時期だ。いいでしょ。自画自賛だけども、この方式ね、鹿児島の四季がね、こう出てくるんです。で、昨日嬉しかったのは、冬、1月24日ですかね。冬は撮れないって言ってたんですよ、私は。あんまりね、鹿児島の風景が変わり映えしないから。ところがですね、あ、この動画のどっかで出てくるかも。桜島が完成したんですよ。要するに桜島が白くなった。はい、どれぐらい千葉池、あ、結構ですよ、あ、これこれ昨日ですよ。昨日のね、何時か、ちょっと逆光だからですけどね、まあ見てください。あら、仕事違いました。いやいや、おかしいなと思ったんだけど、いや、こうどっかに出てきます。ちょっと、いや、自分でさっき編集してですね、このところに今言ったでしょ、冬の季節の鹿児島がなかったんですよ。いや、なんでかというと、この動画もですよ、何月かわからないじゃないですか。いや、この、鹿児島の風景見た時ですね、まあ京都とかですよ、奈良とか、あの辺に行ったら桜とかの時期とかですよ。それから何け、落ち葉がこう、落ち葉じゃないや、もみじの紅葉するってね、はっきりしてるじゃないですか。鹿児島はね、そんなにはっきりしないんですよ。はい、ほんで、いや、じゃ分かりますよ、これね、10月といえば10月だし、6月といえば6月なんですよ。おさ、怖い、怖いね。あ、この後かでした。ここが桜の時期なんですよ。だけど桜の葉っぱが、いや、葉っぱがな、花がなくなるとわからないでしょ。今、まあ、こっち桜の花ね。だからね、さっきね、もう昨日撮った、いや、結構撮りましたよ。それのね、ここですよ、ここ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 、こっからがですね、さっき私が間違えた、そこ、ほらほらほら、ほらほら、黄色いさくらんぼ、これじゃそんなに分かりませんね。いや、桜島は間接してるんで、だからはっきり分からなかったから今のところに挿入したと思います。昨日ね、3時間半ぐらい撮ったかも。いや、最初はですね、1時間ぐらいで切り上げるつもりだったんですよ。というのが、晴れ、太陽がやっぱ照らないとですね、桜島に間接したあれが見えないんですよ。雪がね、輝いて見えないからね。まあ、じゃあ1時間ぐらいしたら帰ろうかと思ったら、その後時々ですよ、私が帰ろうとすると先生、お天道さんがですね、おお、お任せさん、まっちゃいまっちゃいち、もちつすりやったら顔出すってとかですね、はい、お任せさん、いや、お任せさんって、私、
太陽とコンタクトを取れますからね。まあまあそういうことで、あれなんですけども、まあ今日の話題はですね、昭和のあの頃、写真です。写真、いや私あの、写真とかそういうのにはあんまり興味は持ってなかったんですけど、いとこの兄がですね、私が中学生の頃にカメラをくれたんですよ。でどげなカメラかというと、フィルムのサイズでいうとですね 6.6 チューンですかね、あの四角い箱みたいなやつで上から覗くんですよ。あ、二眼レフじゃな、7チューンのかなあれな、それネットで調べてみましょうかね。ちょっと待ってくださいね。これね、一見すりゃいいとけ。いや、今動画を見ながらしてるんですよ。ちょっと待ってくださいね。これで、写真の歴史でしましょうかね。あ、カメラの歴史だ。面白いですよ。知りたいのをね、ほとんどあれですが、カメラの歴史を、ちょっと待って、画面をしてですね、出てくるけ。いや、ニコンよ、あ、あったあったあった。あのですね、これ一緒になってるわ。ちょっと待ってね。いや、私が欲しいのはあったんだけど、カメラの、あれはあったんだけど、それと内容が違った。要するにですね、あ、これけ。やっぱり二眼レフカメラってなってますよ。ご存知の方はもう、ああ、アイカって分かるんでしょうけども、四角い、本当四角い箱を上から覗くんですよ。で、上から覗いて、ここっていうところでシャッターをポンと押すんですけど、二眼レフなもんだから、その画面で見るやつとですね、実際に映るのはね、差がある。ほんで、近づけて鼻なら鼻を撮ろうと思ってもですね、フィルムに映る映像と自分が見ているのとはもう違うんですよね。でそういうのでも風景しか撮れ、宿方向が遠くしか撮れないんです。で自分はその頃の風景にもあんまり興味なかったですからね、あれですよ、友達を撮ったり、いや私もうその、さっき言ったみたいに興味なかったんですよ、の記録に対してですね。ほんでそういうカメラで白黒フィルムはね、ですからこれあれです、フィルムカメラの歴史っていうかですね、皆さん、あ、私ですか、昭和22年のですね、1947年生まれ、今年77になりますけど、だからもう77年生きてればですね、歴史を背負ってますよ。いや、背負ってるじゃないな、歴史をね体験しました。はい、人類が初めて月に着陸したアポロ11号か、あれもねテレビで見てますしね、いいあれじゃないけども、ケネディ大統領が暗殺された日のことも覚えてますし、3億円事件、が起きた時も知ってますし、それからビートルズが出てくる前ですねのあれも体験してるんですよ。で、まあこの前まではそのほら、自分がバンドマンになろうとした頃を通じて、まあビートルズがとか、あの何け、エルヴィス・プレスリーとかが言ったけど、映像にずっと関わってますからね、一番長いですよ、人生の半分ぐらいをもうこの動画撮影ですね。私はもう静止画も全然しません。もう静止画はね苦手。なんで苦手か知ってますか？選ぶのが大変なんですよ。わかります？
カメラはですね、カメラちょうど私がその二眼レフカメラをもらった小、まあ、中学生でしょうね、中学校2年の頃の自分の写真もあるんじゃないけ、坊主頭のね、ひとっちゃもしてね顔してますよ。面白くもないか本当何を考えたらガチな顔してますけども、その頃のねフィルムはね12枚だったんです。12枚、値段は覚えてないけど高かったと思いますよ。ですから1枚撮影するとですね、次の撮影がね1月2月後というのはザラ、カメラが消されやせんとかいっていうぐらいのアイデアですはい、ほんで高かったと思いますよ。いや両親からはね、お金をそういうのでフィルム代とかもらった覚えない、多分ねお年玉、少ないお年玉を貯めてたかね。中学校の頃はお金をもらうアルバイトしてたけ、いやしてなかったと思う。まあ要するにそう言われて高いから、まあ興味がないとも言うのもあるでますけど、とにかくフィルムが高いし現像代が高いんですよね。ですからその頃はフィルムを一缶って言ってましたかね、要するに12枚撮り終わった時は全部現像してもらって、あたまにピンボケもあったりするんですよ。そういう時はね、写真屋っていうかその DPE 屋さんっていうんですかね、あそのからあれです、その頃から多分富士フィルムとかね桜からの専属になったカメラ屋さん、カメラ屋さんっていうんけフィルムを取り扱うようになったところがあったんですよ。だんだんそういうほら富士カラーとか、要するにカメラ写真機がね少しこう普及する頃です。だからいや歴史ですよ、歴史歴史、カメラとかその写真が一般的でなかった頃を知ってますからね。ですからその時はもうとにかく、こうお願いしますっていうその DPE 屋さんに持っていくと、はいはいありがとうっつって、もう白黒もないもない、カラーもないわけですから、ただこう出来上がったのを、そこはおじさんが自分で現像はしてなかったと思う。失敗するとあれですからね、私なんかから見るとその現像焼き付けっていうのは高いんですけども、そのおじさんから見るとその儲けっていうのはあんまりないわけですよ。でそれを大事な写真を自分の現像能力がないだけでお釈迦にしてしまったらいけないからしか、多分もうあれでしょうね、富士から、あその頃は富士からしたかどうだか知りませんよ、富士フレームしとってたかもしれない。あちなみにここは谷山駅ですけど、またあれですからね、この時期はほら太陽はないですからね、あちょっとじゃあにあれを飲みますからね、このあ当ててください当たった、いや当たっても何も出ませんよ。ネスカフェゴールドブレンドではあります。これはね寒さと関係がある。寒いのよタタタ寒い時にはうなこわけですかね。まあそれとは全然関係ないですけど、寒いもんですからね、生姜湯、あれです砂糖をね今日はたっぷり入れました。いやね3回に1回ぐらいしかこう砂糖は入れないんです。その、1日こう水分っていうかね、あれを取るときにいろいろ取るんです。さっき言ったそのね、ゴールド、ああ違った、ネスカフェゴールドブレンドってあれとかですね、
ココアとか紅茶とか、あ、今でもあれを飲みますよ、麦茶もね。なんだけどやっぱりね、このあれがいい、このないっけ、未来のね、生姜パウダーっていうのは、はい、それをねあれしてするけど、やっぱりあれですよ、砂糖入れた方がね、なんか飲んだ気がする。あ、ここですか、あの、あ、動画のここ、ここはねマリンポート鹿児島、夕方ですね。何やったんですか。あ、そうそう、フィルムが高かったというのと白黒だったということですね。ほんで私がなんで動画をあのしないかっていうと、まあ、いやいや、ごめんなさい、静止画をしないかっていうと、もともと本当に興味がないんです。止まった、だから動画を始めたのは動くからですよ。物が動く、綺麗だなと思うとですね、やっぱりその一瞬じゃなくてその前後を撮りたいわけです。例えばあれですよ、蝶々が、蝶々がっていうか、あのアゲハが彼岸花に止まるじゃないですか。あれの瞬間を撮るのもいいんだけど、私はその前後を撮りたいんです。ここに、あれが曼珠沙華と思いますよね。赤い花なら曼珠沙華っていうのもありますけど、あれがあって、いや、いっぱいこうベラベラってなる、あの咲いてる、あれは彼岸花好きじゃないんですよ。どっかですね、離れたところに一本だけですね、ピシッってこうあるグリーンの中にですね、山陰をバックにですね、その彼岸花だけに日が当たってるって。ほんでよーく見るとですね、その彼岸花に近づいてみるとですね、静止はしてないんですよ。静止してないみたいに見える、してるみたいに見えるけど、よーく見るとですね、お花ですかね、お花の先にこう、ついてる花粉とかがですね、かすかに揺れてる、かすかに揺れてる。でそこをじーっと見るでしょう。ほんでひょっと横を見るとですね、向こうにアゲハがいるんです。ここでビートルズのアゲハアゲハって言うと誰かが笑うかもしれないけど、まあ要するにですね、そういう時にあのアゲハがこの一本だけこう、ここの、なんですかね、彼岸花っていうか、一本だけ毅然と立ってるところにね、来てくれないかなと思うわけです。そしたら増しますよ、カメラをですね、あ、昔ですよ、その三脚に据えてですね、曼珠沙華をそうちょうどいいところにこうセッティングしとって、ほんでちょっと離れるんです。そうするとですね、そのあれが、あれはもうすぐこの辺で終わるかもしれない、わーっと注意だったかも、まあまあいいや、パッとまとめますかね。そしたらね、そのね、アゲハアゲハがですね、ヒラン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 してそこにね止まってくれる時があるんですよ。いつもじゃないですよ。だからね、そういうのを一回体験するとですね、もうハマり込みですよ。ですから私がどう、あ、このままちょっと続けようかな、いや、ここで終わった方がね綺麗がねと思ってたんですけどもね、ちょっと続けますね。そういうあれでね、このほらドライブ動画とかですね、それから何系、あ、ここをもうちょっと、ちょっと待ってね、ここをね見える系、こう右手の方がねマリンポート鹿児島なんですよ。でそこにクルーズ船が来るんですけど、そういったね乗り物とかね、そういうのね撮るためにね動画始めちゃなんじゃなくて、自然の
風景の中のある一部分を切り取ったところにですね、すっげえ興味を持ってるんです。はい、だけどおまかせテレビを始めてからそれを全然やってません。これからしますよ。これからしますけど、あ、そうそうそう、話をまとめるためにあるです、静止画を今しない理由はですね、今のカメラはもうすごく高性能になってですね、あのカメラですね、私が持ってる、キャノンの R7 なんかもですね、連写が効くんです。ピシ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 って、これで6、7枚 1回のシャッターで撮れるんじゃないですかね。そうした場合に選ぶのが大変なんですよ。ここずっとこう今ドライブで走ってますよ、ここ。ほんでそうした時にサムネイル、ここはどこけ、ちょっとわからないけど、まあ、サムネイルに使う時にですね、一箇所を選ばないかんわけです。わかります？これでこの動画の場合はカーソルをですね、右の方にビエーってこうやってると、例えばここならここっていうところでパンと止められる、ここですね。それでよし、ここをサムネイルにしようと思うんですけど、さっき言ったみたいに静止画の場合はですね、これが1秒間に60枚のあれで、静止画が並ぶわけです。でその静止画の中からどれも1枚しか選べないんですよ。だけど私の場合はほら、ただ車に乗ってこうずっと1秒間に60枚ですから、カシャ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 カでしょう。だからね、その中の1枚をね選ばないかんわけです。でも私の場合は一つのシーンを選ぶだけでいいんですよ。こっからここまでっていうと、静止画の10秒間に言ったらあれですよ、600枚分がですね自然と選ばれるわけです。すいません、話がまとまりませんけども、要するにそういうことです。長生きはするもんですよ。で、一つのものをですね趣味に持ってるとですね、その歴史をね、体験して、こんな風にしてね、内容はないけどね、皆さんにこう披露することができるんです。はい、ということでこの動画はですね、この辺りでお開きになります。ありがとうございました。